アープックマイナス -3、メテルは、ソビエト連邦で開発された対戦ミサイルシステム。後に、派生型のアープックマイナス -4、また、艦隊艦ミサイルを兼用できるようになったアープックマイナス -5、ラストルブに発展した。なお、愛称の、メテルとは、吹雪の意味。西側諸国においては、アメリカ国防総省識別番号としては、SSN-14? NATO コードネームとしては、サイレクスと呼ばれた。また当初は、対艦ミサイルと誤認して、SSN-10 の DOD 識別番号が付与されていた時期もあった。1960年代初頭より、ラドゥが設計局では本システムの開発に着手していた。しかし開発は、計画より遅延し、当初本システムを搭載するよう計画されていた1134型防空。 対戦艦は搭載を断念し艦隊艦ミサイルを主兵装とするミサイル巡洋艦に転換せざるを得なかった。最終的に引き渡しは1973年までずれ込むことになった。本システムはアメリカ海軍のルールマイナス後、アスロックなど先行して開発された対戦ミサイルと同様ロケットによって対戦魚雷を遠方へ投射するものであり、飛翔経路上では かき完成レーダーによって追尾されるという点でも同様であった。アスロックの場合、例えば海上自衛隊の高月型護衛艦では、マーク56放射撃式装置が用いられていたのに、対し、本システムでは通常 M-11、シュトルム艦隊空ミサイルシステム用の 4R60、クロムが用いられていた。ただし、最大射程については、 アスロックの1万ヤードに対して 85R で5 5トルとはるかに長射程であった。また1980年代中盤には4 0 0トル系とより小型のアングット、アングット -1 単魚雷を弾頭とすることで最大射程9 0トルとさらに延伸するとともに対水上攻撃能力を付与した 85RU 型ミサイルも実用化された。なお、 特に 85R 型ミサイルは、故障や事故が頻発し、危険であったとされている。システム名称としては、当初 KT-104 連装発射機と共に 1134A 型大型対戦艦及び1134バイト型大型対戦艦に、搭載されたものが、アープック -3、横長の KTM-1135 発射機を、 使用するよう変更されて1135型大型対戦艦に搭載されたものがアープックマイナス -4、上記の 85RU 型ミサイルを使用して対戦、対艦兼用となったものがアープックマイナス -5 とされている。ありがとうございます。